こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。なんかさ、さっきまでキャンプ行ってた人とは思えない服装してない？びっくり。さすがにあれですよ、この服でキャンプは行ってないですよ。しゃべりみたいになっちゃうよ、この服でキャンプ行ったら。ここだけ日焼けして懐かしい。しゃべりの夏を思い出す。今日は昨日と今日またキャンプに行ってきて。そうなんですよ、昨日と今日またキャンプに行ってきました。今回は和島オートキャンプ場に行ってきました。まさかの2週連続キャンプです。そう、なんか先週も木金でキャンプに行ってきたんですけど、もちろん泊まりです、はい、先週木金でキャンプ行ってきて、でなんか次の週も木金暇で休みだなーって思ったら、来週も行くみたいになって、じゃあ行こうかみたいになって行きました。そう、なんかやっぱパパと一緒に行くんですけど、パパと2人で行くんだけど、なんか2人とも予定が合わないといけないから、1人じゃ行けないからさ、パパと予定の合う日じゃないといけなくて、で去年はそれで一回も行けなかったんだけど、結局なんかシーズン過ぎちゃったなみたいな。そう、今年もなんかパパは多分来週ぐらいからまた忙しくなるから、そうで私も多分忙しくなるかどうかわかんないけど忙しくなってほしいな、願望。なのでちょっとキャンプ行けるか分からないか、なんか行けるうちに行っておこうみたいな感じで行きました。そう、行ける時に行かないとさ、なんかせっかくこうアウトドアのお仕事をいろいろやらせていただいてるのに、去年行ってないし。そうと思って、やっぱさ、なんかその本当にうわこれキャンプ行かなきゃやばいなって思ったな、この前のアウトドアのトークイベントで。そう、なんか自分の中でのさ情報が古すぎる。キャンプしたのが最後が一昨年とかだから、そう自分の中での情報が古すぎるし、なんかそのアウトドアの仕事をやるってなった時になんかできなかったら恥ずかしいなって。でそれをパパもそう思ってるから、なんか行ける時に行って、そのキャンプのお仕事とかがあった時にそのちゃんとできるようにしとかなきゃダメだよみたいな。 それで行ってきました。だから正直今週は行こうかめっちゃ迷った。先週行ったばっかりだし、なんか結構忙しくなりそうだから、今週はなんか普通に疲れるなって思って、えどうしようかな、先週も行ったしなみたいな感じだったんだけど、でもやっぱ多分こっから先ね、行ける日がいつあるか分かんないから、行ける時に行っとかないと。そう、疲れに行くがね、私の場合はキャンプなんだなっていうのをすごい感じました。そう、なんかよくさみんなにさ、なんかあの皆さんは私のためにね、こう遠くから来てくださったりだとか、普通にさ疲れるじゃん、移動だけでも来るだけでも絶対疲れちゃうし、それこそ劇場でさ立ち見とかだったらさ2時間近くずっと立ってなきゃいけないわけじゃないですか、普通に疲れるじゃないですか。でもみんなそんなね、自分からさ疲れに行ってるじゃん。そうね、それが本当にすごいなって思うわけですよ。そうだって皆さん普段のお仕事
でさ、疲れてるのにさ、私たちに会いに来るために自らさ、こう疲れに行動を起こしてるわけじゃないですか。そう、だからみんなすごいなって思ってたけど、多分私の場合はそれがキャンプなんだと思いました、今日行ってみて。思いました。だって1週間、この後1週間普通に忙しいのにキャンプ行くって疲れるじゃん。しかもだって決して寝心地がいいとは言えないじゃないですか。絶対家のベッドの方が寝心地いいし。って思ったけど、私いつもよりめっちゃ寝たんだよね、昨日。昨日とか今日朝。いつもさ夜更かししちゃうから、私なんか2時とか2時半3時くらいまで起きてたりするんですけど、キャンプ場だとさ、なんかこうホテルみたいにその時間がさ、こう決まってるわけじゃ、ホテルも決まってないか。この時間になきゃダメって決まってるわけじゃないんですけど、周りの方々もいらっしゃるから、なんか夜10時以降は静かにしてくださいみたいな、そのバーベキューしたりとか、なんか焚き火したりとか、その光をなるべく消して静かにしてくださいみたいなのがあるんですよ。そうだから22時にはもう寝る準備に取り掛かってるわけ。いつも2時とか3時ぐらいまで起きてる人が22時には寝る準備に取り掛かって、そう、でも私は、まあ、テントの中で SNS を更新したらもうそのまま寝ちゃって、昨日はだから多分22時半くらいにはもう寝ちゃったかも。そうで朝は7時に1回目覚ましかけて起きたんだけど、結局8時まで寝たから、だから9時間ぐらい寝てんの。10時半くらいにはもう寝て、朝8時とかに起きたからめっちゃ寝てて、そう、いつもよりもめっちゃ寝てる。そう、いつもだとね、なんかずっと携帯いじっちゃったりとかするから、それはキャンプのいいところですよね、うん。そう、ま、かといってね、でもね、絶対ベッドの方がさ寝心地はいいじゃん、まあ、どれぐらい寝るかはさ自分次第だけどさ。そう、でも正直寝心地としては絶対ベッドの方がいいじゃん。あ、コットは使ってなくて普通に寝袋でも、あのマットは敷いてます。テントの中にこれぐらいの厚みの、空気で膨らむこれぐらいの厚みのマット敷いて、で、まあ、枕っていうかクッション置いて寝袋で寝てる。そう、そうなんです。でもだからコットとかは使って、でもね、コット、まあ、人によるだろうけど、私がその以前ロケでお邪魔した時に聞いたのは、なんかコット細いじゃん。細くてだから落ちるの怖かったりだとか、あとは結構こうギーギー言ったりとかしたりして、なんか眠りが浅くなる人だったり、一緒にいる人をなんかこう音で起こしちゃったりとかしたりすることもあるから、なんかその向いてる人と向いてない人がいるらしい、コット使う。私はね、コット使ったことないんですけど、コットってなんかね、うん、長いベンチみたいな。なんかベッドみたいにして使うんだけど、なんか長い折りたたみベンチみたいなやつ。そう、そうなんですよね。そう、朝はなんかいつもだったら結構その暑くて起きるとか、あとはなんか雨が降ってきて早く撤収しなきゃみたいな感じで起きたりするんですけど、今日は全然そういうのがなくて、そう、暑くも寒くもない、寝袋の中にいたら全然気温もちょうど良かっ
ったし、そう雨もなんか10時11時ぐらいに降り始めたから、その朝起きるのには全然影響なくって、今までで一番なんか朝ちゃんと寝れたかもしんないキャンプいつもはね暑くて目が覚めたりとかする。先週はなんか雨降りそうだから早めに撤収しようって起こされたからそう、だから今までで一番なんかゆったりしてました朝。てかなんか1日目もすごいなんかね、ホテルじゃないよ、なんだっけ、キャンプ場のチェックインが14時だったんですよ。だからなんかご飯食べてからキャンプ場に行ったから、すごいそれでゆっくりしてて、そうなんかいつもねキャンプって気づいたらめっちゃ時間過ぎてたりするんですよ。しかもなんかお昼ご飯なのか夜ご飯なのかよくわからない、ずっと食べてるみたいな状況になるんですけど、なんか今回は和島は14時チェックインだったから、普通にご飯は外で食べてから行って、設営して夕方はちょっとのんびりして、で夜になってご飯食べてみたいな感じだったから、なんかすごい時間がゆったりしてた。そう虫はね全然いなかったです。うん、アリがいっぱいいたかなアリがいっぱいいたかな。やっぱこの時期虫全然いないですね、うん、なんか明かりつけてても全然明かりにも寄ってこないし、虫はね本当にいなかったね。まあハエ、サス系はいない、蚊もいないし、そう全然虫いないです。うん、そう、なんかスノーピーク、先週スノーピーク行ったんですけど、スノーピークはどうだろう、スノーピークも全然虫いなかったけど、アリは全然いなかった。アリはわしまの方が多かった。アリアリです、いてもアリ、まあまああとハエとかかな。そうだから全然今の時期めちゃくちゃいいです、うん、そうなんかあの和島、私初めてキャンプ場でロケをしたのが和島だったのね。今日行ってた和島オートキャンプ場が私にとって初めて、あの日向、アウトドアの日向のなんか記事をやらせていただいてた時に、ロケとしては2回目かな。1回目があの村の鍛冶屋さんにお邪魔した時だったので、2回目のロケの時、あのキャンプ場でのロケはその日が初めてだったんだけど、それが和島で、で私その昔からキャンプはよくしてたんだけど、家族でキャンプしてたけど和島は行ったことなくて、そうで、だからそれが初めて和島に行った時だったので、その時めちゃくちゃお天気良かったんですけど、景色がすっごい綺麗で、そうで今度だからキャンプする時はここに来ようって思ってて、その年、その次の年かな、その次の年にパパと2人でキャンプしに行って、その時はねバレてなかったんだよねその時は気づかれなかったんだけど、去年かな、去年なんか大釜であのアウトドアのイベントがあった、今年もあるんですけど、9月ぐらいかな、去年の9月ぐらいにアウトドアのイベントが大釜であって、あのオンラインおしゃべり会の前に行ったんだけど、なんかその時にその和島のなんかブースがあったのね。で全然私は普通にパパと2人でその大釜のアウトドアのイベント行ってたんだけど、そしたらその和島のブース覗いたら、そこのスタッフさんに声かけられてあれ藤崎さんですよねみたいな。そうで、なんかそのロケで毎回行っ
で、でプライベートで行った時は多分気づかれなかったんだけど、その大釜ではなぜか気づかれてそうで、今回私が予約したんだけど、私の名前で予約してて、そうで予約した時のそのチェックインの時はなんか女性の方が、あ、ちなみにその大釜で声かけてきたの男性の方なんだけど、男性のスタッフさんなんだけど、なんか昨日をチェックインする時に行った時は女性の方だったのね。だから全然気づかれなかったんだけど、なんか途中キャンプしてる途中にそう、なんかあのお声掛けされて、あれ藤崎さんですよね、なりました。あ、どうも、あれ大釜でお声掛けしてくださった方ですよね、あ、どうもみたいな感じになって、その昨日はキャンプ場のスタッフさんに身元がバレた状態で泊まってましたそうで、しかもびっくりしたのが、その私が先週キャンプに行ったこと知ってて、そう、多分 SNS めっちゃチェックしてくださってるんだよね、和島の方が。そう、なんかスタッフさんがその昨日ついて夕方ぐらいに、そう、普通にパパとのんびりしてた時になんか声をかけていただいて、そう、なんか、あ、そうですみたいに言ったら、あれなんかスパン早くないですかみたいなこと言われて、先週も言ってましたよねって言われて、はっ、バレてる、あ、そうなんですバレてました、先週も言ってたこと、めっちゃチェックされてるって思ってびっくりでした。いやでもなんか嬉しいですよね、そういう、なんかその大釜のアウトドアのイベントに行った時に、その和島の方も気づいてくださったんですけど、あのウエストっていうそのアウトドアのお店、新潟にあるんですけど、なんかそこが主催っていうか、そのアウトドアのイベントが、でなんか前にそのウエストでロケした時にお世話になった方にも、その大釜のイベントの時に声をかけていただいて、そう、あれ藤崎さんですよね、その節はお世話になりましたみたいな感じになったんですよそう、なんかそうやってなんか覚えてていただけることってめちゃくちゃ嬉しいなと思って、ましてや気づいていただけるなんて、覚えていただけてるだけでめちゃくちゃ嬉しいんですけど、なんかそうやって気づいていただけることもすごい嬉しくて、なんかこうやってアウトドアのお仕事をいろいろやらせていただくようになって、なんかそのアウトドア業界の方々とかもいっぱいお会いしてお仕事を一緒にさせていただくんですけど、なんかその中でこうなんか関わらせていただいた方に覚えていただけることもめちゃくちゃ嬉しいですし、そう、なんかそうやってね、どんどんアウトドアの輪が広がっていったら、なんかアウトドア業界の中でちょっとなんか知ってる方がもっとたくさん増えたらいいなって思うし、そのためにはやっぱ自分が頑張んなきゃなっていうのが一番なので、やっぱりその業界の方だからこそさ、そのちゃんと本当に言ってるかどうかなんてすぐバレちゃうじゃないですか。なんか、あ、こいつ口だけだなとかって思われたらすごい嫌だし、せっかくこうやってお仕事やらせていただいてるから、そう、だからこうやってせっかくいろんな、ね、アウトドアのお仕事もさせていただいてるし、なんかこうアウトドア業界になんか精通するとまでは言わないけど、なんかもっといろんな方に知っていただけたらなって思うし、そのアウトドアの業界の方々に、なんかそういう方々とももっといろんなお仕事したいし、うん、って思いました。無印室内行きたかったんだよね。そう、なんか今回和島にしたんだけど、実はいっぱい候補があって、先週はスノーピークに行ったのはもともとその今
年のゴールデンウィークにやらせていただいたあのアウトドアのイベント、バンダイのあのアウトドアのイベントをやった時に、あのトークショーの中で、なんか私が今スノーピークが一番好きなキャンプ場って書いててプロフィールの中に、でも実はスノーピークに行ったのって10年ぐらい前の話で好きって書いてるけどもみたいな感じだったんですよ。でなんかそのことについて聞かれた時に、その情報が古すぎて、自分の情報がだからなんか全然喋れなかったなっていう、なんか本当に好きなのみたいなさ疑問が残って終わっちゃったなって自分で思ってて、だからなんか好きって書いてあるからには行かなきゃなって思って、先週はもう本当に一択スノーピークに行ったんですけど、なんか今週はキャンプ、そのもう別のところにも行こう、行ったことないところにも行こうかなって思ってて、なんかいろいろ調べてたんですけど、一個はあの八木ヶ原、これもね去年お仕事で、まあ、行かせていただいたんですけど、なんかキャンプアカデミーって NST さん の, あの企画で、ちなみにそれ今年も6月にあるらしいです。6月3、4だったかな、6月3、4にあるんですけどそれでなんか八木ヶ原もすごい良かったから、そうプライベートで今度キャンプしに行きたいなって思ってたので、そこにしようかなって思って調べてたんだけど、あ予約の電話が、それ調べてたの水曜日だった、ちなみに前日ねキャンプに行く前日に調べてて、なんか本当に今週行くかあんまちゃんと決まってなかったから前日まで迷ってて、で前日じゃあ明日行くかみたいになったからキャンプ場調べてて、いや八木ヶ原行きたいなって思ったんですけど、なんか水曜日電話受付やってないみたいになって、予約が電話らしいんですけど水曜日受付してないって言われて、言われててか書いてあって、あーってなるじゃないですかだから八木ヶ原行きたかったけどやめて、であとなんだっけな、あ小国、長岡の小国森林公園、これも実はお仕事で行ったことがあるんですけど、そうあの泊まったことはなくて、で小国もすごいそのお仕事で行かせていただいた時にすごい良くて、なんかねいろんなところがあるんだよね、エリアみたいな泊まれるエリアがすごいいろんなところがあって、小国もすごい良かったからそこにしようかなって思って調べたんだけど、さ予約が木曜日が空いてなくて、金土日行こうみたいな、私が泊まりたいのは木金だからあダメかってなって、ウグニもダメで、そうでえどうしようかなってなって、あとねどこを調べたっけな、そう無印も迷ったけどやっぱちょっと遠いからつなそうあとねやっぱせっかくツナ行くならその夏に行きたいなって思って、あ暑いだろうけどなんかひまわりとかやっぱね、私がキャンプ場を決める上でなんか一個考えてるのは、そのキャンプ場もそうなんだけど、キャンプ場の他に何かカフェとか、なんかその往復キャンプ場に行くまでの間とか帰る道中とかに他のところに寄りたくて、なんかそれも含めて結構なんかキャンプ楽しみにしてるところだから、なんか他に行きたいところみたいなの考えた時に、私ツナのひまわり畑にずっと行ってみたくて、まだ行ったことないんですよね。だからツナのひまわり畑にいつか行ってみたくて、そうってなったら、じゃあまあその無印のツナ行くならひまわりが綺麗な時になんか一緒にひまわり畑も見に行けるような時期に行けたらいいなって思って、ちょっと今回やめたんだよね。そうフォローしました、ありがとうございます。あとねなんだっけな、奥体内キャンプ場っていうところもあって、多分なんかさなんだっけ奥体内ヒュッてホテルかなのとこに併設されてるところかな、ここもなんかすごい気になったんだけど、なんか調べたら10月からしか空いてませんみたいな書かれてて私の調べ方が悪いのかな、
なんか開いてなくて今なんか工事がどうのこうので10月以降に開けますみたいな書いてあって、嘘だって思って、去年の10月の間違いかなって思ったら、なんか2023年の10月って書いてあって、いや今年かみたいな、そう行けなかった。なんかそこもダメで、あとなんだっけな、紫雲寺の里、紫雲寺の里もうね、なんか調べた気がするんだけど、なんでかやめちゃったんだよね。なんでやめたんだっけ、開いてなかったのか、なんでだろうとか、うん、あそう、あとずっとね行きたいなって思ってるのがサントピアのキャンプ場。そう、なんかサントピアワールドにキャンプ場ができたんですよ。そうでもなんか金土日しか空いてなくてそう、先週もサントピア行くみたいな、サントピアのキャンプ場にするみたいな話になったんだけど、金土日しか空いてなくて木金でキャンプしたいからダメだねってなって行けなくて、そう、サントピアのキャンプ場なんか新しくできて、クラウドファンディングとかなんかやってたんだけど、どうやらなんかステージがあるらしくて、なんだろう、フジロックみたいな感じのをやりたいのかな今後。そう、なんかステージもついてるらしくて、そうそうそう、なんかだからイベントとか今度できたらいいよねってマネージャーさんに言いましたそう、なんかその先週キャンプ行って帰ってきた時に、なんか実はあの来週の木金もキャンプに行こうと思っててちょっと気まずかった聞くのまた行くのかよって思われるなって思って、実は来週も行こうと思ってるんですけど、ちなみにスケジュールの方って大丈夫でしょうかみたいなことをマネージャーさんに聞いた時に先週そう、なんかその流れで、なんかその実はサントピアに新しくキャンプ場ができて、なんかいつかそこでイベントやりたいんですよねみたいななんかステージあるらしくて、イベントとかできたらいいですよねって言っときました。でも本当にね、せっかくなんかステージがあるならね、やりたい。そう、なんかあるじゃん、そのテント建てられる、あれ米フェスとかそうじゃなかった、去年は室内だったけどさ、一番最初っていうか最初の方の米フェスの時ってさ、確かテント奥の方に建てられるエリアみたいなかったっけ、なんかあんな感じのってできるってことなのかな、ステージがあってっていうこと、そういうのがでもできるように作ったのかな。ちょっとファンの方の中にキャンプする人がいるかどうか分かりませんけどできたらいいなって思う、うん、そう、そこでねイベントとかできたら一番いいですよね。そう、だからちょっとなんかサントピアのイベントってちょっとだけ圧じゃないけど匂わせといた、あれってなんかステージできたらしいですよみたい言っといたえでもさ、どうなんだろう、これさみんなにすごい聞きたいんだけどさ、なんかあのイベントってさ、やっぱみんな、待ってる待ってる、なんかさ一回あったじゃないですか、その券を使えるオンラインイベントみたいなやつ、なんかあったじゃん、配信限定イベントみたいな、シングルについてるそのイベント参加券で参加できる
なんか特別配信みたいなのをさ、去年、一昨年か、一昨年だね、もう一昨年のさ、ときメッセの次の日にやったじゃないですか。そう、あれってさ、でもまだ券さ残ってるじゃん、絶対。あの配信だけじゃ全部多分使ってないと思うの、人によっては。そう、例えばさ、またそういう、まあ配信じゃなくてもなんか、まあ、イベントができますよみたいになった時に、なんかみんなはその、例えばその券をなんか消費できればそれでいいのか、なんかそれともやっぱ最初からサントピアのイベントって言ってるから、サントピアでやることに意味があると考えているのか、これすごいちょっと気になってて。そう、例えばさ、なんかサントピアではないけど、なんか直接なんか楽しめるようなイベントに、イベントに今変更じゃないけど なりましたみたいな感じだったとしたら、なんかそれでまあ楽しめるならいいかなのか、いや、なんか MV サントピアで撮ってたし、サントピアでやることに意味があるでしょみたいな感じなのか、ちょっと気になる。どうなんだ。まあでもそうだよね、消費したいよね。そうだよね。サントピアでできればいいけど、消費できる方がまあ優先。まあそうだよね。あ、そうそう、じゃあ例えばね、そういうなんかおしゃべり会の権利に変更されますみたいな感じだったらさ、ね、どうなんだろうなって気になってた。まあ、それは最初に約束した通りできれば一番いいだろうけど。でももうだって3年も経つよ。もう3年も経っちゃうし、なんかずっとだし、かも、もう折り目何人いんの。3年も経って折り目何人いんのみたいなね。だからさ、なんかそのイベントというものにこだわっているのか、その剣をとにかく使わせてくれっていう感じなのか、すごい気になってた。そう、なんか折り面全然いないのにそこでやる意味ってあるかな。なんか別のもっとみんなで楽しめるイベントの方がいいのかなって思う気持ちもあるし、でもなんかさ、サントピアさんってクラウドファンディングとかやってたじゃん。なんかそこに結構ファンの方とかもさ、協力されてた方がたくさんいらっしゃったと私は記憶してるから、なんかそうやって皆さんが、まあ、その皆さんのね、そのクラウドファンディングに協賛した気持ちは人それぞれだろうけど、なんかもしかしたらそのイベントをさ、やらなければいけない、そのためには存続させなければいけないみたいな気持ちでクラウドファンディングに参加された方がいたんだとしたら、なんかそこでやることに意味があるのかなと思ったりもしたし、なんかどうなのかなって思った。うん、わかる。普通に遊園地は楽しそうだけどね。そうなんよ。ね、だからどうするんだろうなって思ってたけど、まあまあ誰にも忘れ去られてなかったらいいなくらいの気持ちです、私は。なんか別に
なんだろう、楽しければいいかな。普通にでもね、サントピアさんでもやれたらやりたいよね。絶対楽しいし、てかメンバーで行きたいんですよ普通にね。そのイベント同行じゃなくて、普通になんかメンバー同士で行ったら楽しそう。この前さ、なんかチカポンさんサントピア行ってたよね、丸取りで。めっちゃいい、楽しそうだった。ちなみに私あのなんか北極みたいなとこが好き。でもサントピアとか何十年も行ってないかもしれない。私は MV でサントピア行かなかった人だから何十年も行ってないけど、なんか北極みたいなところが好き。夏に行くといいよ。なんかね、私の小学校の時のなんか住んでたあのなんていうんですか、住んでた地域のあのなんて言ったらいいんだ、町内イベントみたいな、そう町内イベントみたいなやつがなんか毎年夏休みにサントピアに行くみたいなやつだったの。だから小学校3年生くらいまではなんか、まあ1年生からだけど1年生か3年生ぐらい、2年生3年生2、3年は多分毎年夏に行ってて、で夏休みにさそれがあるから普通に暑い、一番暑い時期行っちゃう。だから自然とあの涼しい北極が一番好きだったっていう単純な理由です。楽しいから好きとかじゃない、夏に行ってて暑かったからそこが好きだった。そう、あとなんかロックンロール、私はあれのおかげででんぐり返しができるようになったあの後ろのでんぐり返し、こういうやつ、私あのロックンロールでその感覚をつかんでできるようになったで恐竜ジェットコースターとかは怖くて乗ってないし、お化け屋敷も入ったことなくて、小学校多分3年生くらいが最後に行ったかもう10年以上行ってないから、そう。あ、でもなんかあれ好きだったよ、ちょっとなんかスプラッシュマウンテンみたいなやつなんかあるんですよ、水のジェットコースターみたいなのがあって、それはギリの、なんか恐竜のやつとか怖くて乗れなくて、唯一乗ったそういう絶叫系がね、なんか水のやつあれは2回ぐらい乗ったことあったかな、うん、で結局夏にやったら楽しいやつ、水とか涼しいとか夏に行った記憶しかないから夏に楽しいやつしか思い浮かばない普通に行きたい、遊びに行きたい、そのイベント参加券とか一旦置いといて普通に行きたいですでもイベントもできたらいいよねっていう感じ、うん、せっかくね、なんかそんなステージもできたらしいしもうそのために作った、なんか面白いのがなんかね、そのサントピアのところに新しくできたキャンプ場でなんかそのステージのイメージ図みたいなイラストがあって、なんか3人女の子が立ってるんですよ、めっちゃ見てる3人女の子が立ってて、衣装はさすがにピンクではなかったんだけど、そうなんか、ね、こういうこういう格好をしてるね、なんかイラストだったんだよね確か。なんかちょっとシャブピのサビに似てんな、その振り付け、いや当てるのはっのところみたいなポーズしてんまあ3人の時点で NCT じゃないですね、イメージがきっとでもそう、なんか多分そういう今後はそういうフェスとかができるように、
あるのかなって感じだったから、いつかやりたいし、まあ、その前にキャンプ場を普通に利用してみたいなと思ってます、あとなんだろう気になってるキャンプ場、あ、なんかあれもう一個ねパパとね言ってたのは、あの愛ちゃんの卒業スペシャルでスイーツ部でさ馬に会いに行ったの覚えてますか？もうそれも去年なんだ。愛ちゃんの卒業スペシャルでスイーツ部で馬に会いに行った松原ステーブルスさんだっけ、あそこもなんかキャンプができるらしくて、多分旅するテントとかで行ってた気がする。そうそうそう、あの奥かな、馬がいた奥になんかキャンプできるとこがあるらしくて、なんかそこもまあロケでお世話になったとこだし、あそうそう体内です、そうなんか体内に最近新しい施設ができて、なんか知ってますか、いちごのね、なんだったっけな、いちごのね施設みたいなのがあるのよ、新しくできて、いちごカンパニースイーツラボ、そう体内に新しくできた、なんかね、かわいい。いちごカンパニー。いちごラボ。ここに行ってみたくて。そう。で、ここに行くなら、胎内方面のキャンプ場で、なんかそこの松原ステーブルさんにするみたいな話にもなった。けど、今回は、和島にしました。やっぱさ、その行ったことないキャンプ場に行くのもいいんだけど、やっぱ行ったことある方が安心感ありますよねそう。でも今回はその今まで使ったことない区画だったので、いつもはねどっちかというと 山側なのかな、そのロケした時もとは反対側、海側の近くに今回初めて行ったので、なんかさキャンプ場ってさ、スノーピークとかも特にそうなんだけど、なんか同じキャンプ場でもさテント立てる場所によって全然違うじゃないですか、同じキャンプ場でもね、特にスノーピークとか本当にそうじゃない、しかもなんかこの夏区画増えるらしいよ、工事してた奥の方、広くもっと広くなるからそう本当になんか建てる場所によって全然違くなるなって思って、そうだからまあ同じキャンプ場でもね場所によって全然違うから、まあまあ何回行っても楽しいし、そう、まあ、和島とかスノーピークはすごい綺麗、ちゃんと整備されてるから、お手洗いとかもめちゃくちゃ綺麗だ。そう、え、でも和島行ったの2年ぶりとかなんですけど、そうプライベートに行ったね2年前が最後なんですけど、2年で結構変わってました、なんかね映えスポットがいっぱいできてたそう、なんかあ2年前超えなかったよなみたいなのがいっぱいあって、なんか映えスポットみたいなのができてました。あとちゃんとラーメン部のポスターが飾ってあった。いや行きたかったなあれ。多分さもうさこれさ今だから話していいと思うんだけど、あのラーメン部のあのロケね、第1回目のさキャンプロケの時はさ私も参加させていただいたんですよ、カホとナナミと。で2回目のロケの時はレイちゃんとナナミとカホだったじゃないですか。実はあの日なんか藤崎さんもサプライズゲストですみたいな、出ますみたいな感じだったんだけどなんかいつの間にかいなくなっててそうなんかその1週間2週間前くらいの時、1週間前くらいかな、
の時はなんかそのラーメン部のロケ来週なんかありますみたいな聞いてたんですけど、うん、そう、あ、前も言ってた、そう、気づいたらなくなってて、あったらわしも行けてたのにってちょっと悔しくなった。自分のサインのポスター飾れたなって思ったんですけど、でもまあまあその前にもっと前にロケに行った時にあの色紙が飾ってあって飾っていただいてたのでいいんですけど行きたかったなって。そう、でもそのラーメン部だったりとか愛南だったりとか、あの本当に NGT をのねたくさんお世話になったそのテニーさんの方があのもうテニーさんにいらっしゃらなくなっちゃって、そうなんですよ、まあ、だからラーメン部とかは多分別のスタッフさんに引き継がれたと思うんですけど、なんかもともとそのスタッフさんが結構ご家族とかでもキャンプされる方だったのね。そう、そうディレクターさん、そうそうそう、でだからなんか私も出させていただいた時もそうなんだけど、そのキャンプ企画の時なんか私たちよりもめちゃくちゃなんか楽しんでらっしゃったというか、なんか頑張ってくださってて、そう、なんかその時私もなんかアウトドアのお仕事始めてそんなに経ってなかったし、めちゃくちゃキャンプ行ってたわけでもなかったから、なんかキャンパーアイドル名乗ってるけどそんなできなくて多分今の方がまだできる気がする、できなくて。そう、でもなんかそのディレクターさんはすごい普段からキャンプされる方だったからめちゃくちゃお手伝いしてくださって、なんならなんか自分で道具持ってきてて、スタッフさんがそう、なんかすごい楽しんでらっしゃったから、そうだからさ、その方がさいらっしゃらなくなっちゃったからね、ラーメン部のキャンプ企画もないかもしれない、次こそ呼んでもらおうと思ってたんだけど次また来年キャンプ企画があったらちょっとリベンジで呼んでもらおうとか思ってたんですけど、もうないかもしれない、キャンプ企画寂しいな、めちゃくちゃ楽しかったからな。ね、あの丸円製粉さんのさ、あのラーメン使ってね、自分たちでトッピング作って、だってあれとかめちゃくちゃ前日さ公演とかだったかな、忘れたけど公演終わった後家帰ってきてチャーシュー作ったんだけど、あのロケの時公演の次の日がロケで、しかもラーメン部の撮影結構朝早くて、でもチャーシュー夜から仕込まなきゃいけなかったから公演終わった後チャーシュー仕込んでためちゃくちゃ面白いよね、楽しかったな、でも本当に楽しかったし、なんか未だにそのななみとかかほもあの日のロケはめちゃくちゃ楽しかった。だってあの後もさ、もうだって2年ぐらい前の話だからめちゃくちゃラーメン部のロケいっぱいやってるじゃないですか。そうで他にも絶対さ楽しかったラーメン部のロケなんていっぱいあると思うけど、そう、そのなんかラーメン部の今までのいろんなロケ含めてもやっぱあのキャンプの会はめちゃくちゃ楽しかったって言ってくれてて、そう、なんかそんな会に私も参加できたのめちゃくちゃ嬉しいし、持ってやりたいなってすごい思うから、そう、ノーベンバーズ、そうですよ、ノーベンバーズそう、でもさこれだけ卒業メンバーが続いてる中でノーメンバーズ解散してないのすごくない去年とかあれだけ卒業メンバーがいたのにノーメンバーズちゃんと全員いるじゃん。いやこれはもうぜひ、次こそノーメンバーズ再結成したいんですけどキャンプロケあるといいな、やりたい。いやなんかそのアウトドアのお仕事もなんか私もすごいねやりたい気持ちあるけど、他のメンバー連れて行っても絶対楽しそうだなって思うから、そう、なんか他のメンバーも一緒にアウトドアのロケとか
できたらいいなって思います。まあそのためにまず個人が頑張らなきゃいけないんですけど、まず私がね頑張らなきゃいけないんですけど、なんか他のメンバーも一緒にロケしたら絶対楽しいだろうし、なんか先週のキャンプの写真を載せた時に、インスタに載せた時にめっちゃ他のメンバーにもあのテント可愛いって言ってもらえたので、そうみんなになんかちょっとでもね興味持ってもらえたらいいなって思うので、みんなねキャンプしたいって言ってくれてるんだけど、やっぱ機会がないからさ、キャンプ場行くのもね大変だしね、山の方だとね。そうかね、なんかメンバーも一緒にできたらいいなって思う、うん、そう、なんかドラさんキャンプもう2人しかいないからさ、さすがにちょっと差しで帰りと差しでキャンプは危険すぎると思うのちょっと2人は無理かな、火も起こせないで終わっちゃうな2人だとマシュマロ焦がして終わっちゃうな、みたいな。やっぱ近長がいないとさ、火起こせる人もいないし肉焼ける人もいないからそう、だからちょっともうさ、ドラさんキャンプはちょっともう無理かな、2人じゃさすがに。だからもうせっかくなら2期ドラみんなで行きたいキャンプ、うん、帰りとはまあ別の企画しよう別の企画しよう。2期ドラでキャンプしたら絶対楽しいよね、やりたいなって思う、うん、え、なんかやんないかな、今年5周年なんだけど、うちらうちら5周年なんだけどな、今年なんか5周年キャンプしないかなやりたいな、絶対楽しいよね。あ、グランピングでもいい。いいいいいい。もう、この際。焚き火でさあやぎためっちゃいいじゃん。いいじゃん。そう、でもみんなやりたいって言ってくれてるから。機会があればやりたいですよね。ちょっとそのために頑張ります。すごい、役立たずになったら困るからさ。ね、そうニコ生さんとかでやりたい、ニキドラキャンプやりたいね。それか今年はなるべく行けたらいいなって、やっぱそういういつねお仕事につながるかわかんないのでアウトドア系なので、今年はなるべく行けるときに行きたいなって。なんだかんだででもアウトドアのお仕事させていただいて3年目とかだから、やっぱコロナ禍でキャンプ流行り始めてからアウトドアのお仕事いろいろさせていただくようになったので、なんだかんだで3年目なんですよね。いろいろやらせていただいてるな。でも逆にすごいなって、なんか自分にそういうなんかお仕事につながるような特技って今までなかったから、ずっとそう、そんなキャンプもねまさか自分がさそういうお仕事につながると思ってやってたわけじゃないから、そこそちっちゃい頃から当たり前のようにやってきたものだったのでなんかすごいなって思うよね、お仕事につながると思ってないじゃないですか、うん、だしなんかそれを仕事にしようって思ってくださったスタッフさんもすごいなって思ってて、やっぱ私は普通だったから、それが別になんかお仕事にしようとかってやってたわけじゃなくて、普通にまあ家族で楽しんでただけだから、でもそれをなんかこのキャンプがこれから流行り始めるから、もっとキャンプやってることなんか前に出した方がいいみたいななって
たことがすごいなって思う。なんか先見なんて言ったらいいんだろう、すごいね。だって私別にスタッフさんに対してもめっちゃキャンプやりますって言ってたわけじゃないから、そう、それはさ、お仕事につなげたいと思ったら私こうこうこういうことができるんですとか言うだろうけど、別にそうでもなかったから、え、そもそもなんで私がキャンプ好きなこと知ってるんですかみたいなぐらい、なんなら。そうで、それが本当にすごいなって思う。お仕事につながっていったことが、まさかそうなるとはね思わないじゃないですか。そう、なんかね、一番最初はそれこそなんかあのホームページオフィシャルサイトのプロフィールの内容を変えるみたいな時に、なんかこう一通り一応送ったんだけど、好きな食べ物とかさ、あそこ変える時になんか新潟のなんだっけ好きな場所みたいなのありましたよね。もう自分のプロフィール全然覚えてないんだけどさ、なんだっけ、なんかあったのよ、新潟のおすすめポイント。新潟のおすすめポイント、そうそうそう。で、なんかそれで私ね、最初違うこと書いたのかなんか覚えてないけど、なんかそれを元にこのさ公式サイトを作ってくださるスタッフさんがなんか聞き取りみたいなのしてて、研究成功に、当時研究成功に聞きだった、なんかこれこれってこういうこととか、なんかもっとじゃあこうやって書くとか、なんか好きな食べ物これになってるけどもっと具体的に書いた方がいいよみたいな。例えばお寿司って書いてあったら具体的にお寿司の何が好きなのとか、なんかあらかじめ送ってはいたけどそこからさらになんか掘り下げるみたいな、なんかのをしてくださってたのね、スタッフさんが。でその時になんかキャンプ、あ、そう、それで多分キャンプって書いてあった趣味のとこに、でキャンプって書いたから、なんかキャンプどれぐらいやってるのとか、なんか何が好き、どういうとこが好きなのとか、多分それで聞いてくれたのかな。それでなんか、あ、じゃあキャンプするんだったらなんかもっとなんかただ趣味にキャンプって書くだけじゃなくて、そのもっとキャンプキャラじゃないけどなんか押し出した方がいいみたいな、で好きなキャンプ場とかあるって言われて、パッて思いついたのがそのスノーピークのキャンプ場だったから言ったみたいな。そう、なんかそんな感じだったから、なんかその本当にただ私自分の趣味とか特技本当にないんです。だからアイドルになった時困ったもん、プロフィールに書くことマジでないって思うね特技も趣味も本当になかったから、何も書くことがなかった時に、あ、じゃあキャンプかなみたいな、でキャンプって書いただけ、なんかもう特技趣味特技欄をさ埋めるためにキャンプって書いたみたいな感じだったから最初。そう、だからそこからなんかここまでお仕事として成り立つほどになるとはもう全然思ってなかったそうだよ、私瞑想してたから、趣味特技エアスキー、一輪車、早起き、え、書いたっけ早起きなんて。でもそう、早起きもそう、マジで瞑想してた、趣味特技なさすぎて絞りに絞ったものだからもうこれだから本当にすごい、こんなになんかキャンプが、でその時は多分まだコロナじゃなかったから、研究成功やってた頃だし、キャンプが流行るとかじゃないじゃんね。そう、やめて私のプロフィール掘り下げんの特技に魚をきれいに食べることって書いてたの前だから、これ今の最新プロフィールもんすないからねだからさ本当になんかすごい、その時別にキャンプが流行り始めてたわけでもないのに、なんかちゃんとお仕事にさ、今後のお仕事につながるようにってさ、そうやってなんか考えてくださってたのかなって思うし、うん、そこから本当にこうやってお仕事につながっていくこともめちゃくちゃすごいし、
だもん、それこそ私今週と先週キャンプ行ったけど、多分こうやって今お仕事になってなかったら行ってない 多分行ってない。なんかそのもう今家族もパパしかキャンプしなくなっちゃって、昔はそれこそファミリーキャンプでみんな家族みんなで行ってたけど、もう家族の予定も全然合わないし、なんかママと妹はもう全然行かないから、多分仕事につながってなかったら普通にもう行かなかったかも。だからこう2週も連続でキャンプ行ったけど、もうそれもなんかほんといつアウトドアのお仕事があってもいいようにっていうか練習みたいな感じで行ってます。仕事じゃなかったら多分行ってない そうでも練習として行ってるし、だからパパと一緒にキャンプ行ってもなんか俺は何も、あ、結局やるんですけどね、結局やるんですけど俺はやらないよっていう、だからテント一人で組み立てろって言うんですそう一人でテント組み立ててるよ。そうでもなんか力仕事とかなった時は立て、うん、手伝ってくれるけど、基本は一人で立ってるので、そうテント立ててるのをパパはもうビール飲んでいいって言って一人で勝手にプシュって開けて椅子に座ってテントと格闘する私を眺めてるでそれでなんか自分でなんかひどいやつだなとか思われるのかなとかって自分で言ってんのじゃあ手伝えばいいんじゃないなんか立てるの手伝わずに一人でビール飲んでて思われてんのかな、知らんわってじゃあ手伝ってくれてもいいんじゃない、まあ最終的には手伝ってくれるんですけどでもほんとそんな感じです。でも結局はほとんどがパパがやってるけど、一応名目上は私のアウトドアのお仕事が来た時のための練習としてキャンプに一緒に行ってるって感じ。でも結局はパパが楽しんでるまあでもそのおかげでねこうやってお仕事につながってるので、なのでまあ行ける機会があればこれからも行こうかなという感じです。はい、そうだからやっぱちゃんとお仕事につなげられるように自分でまあそのテント立てたりとかも火を起こしたりとかもまあするんだけど、あとはまあちゃんとやってるよっていうのをちゃんと残そうと思って動画は撮ってます。でも今回三脚持っていくの忘れてそう忘れてだから全然撮れなかった、うん、なんかねランタンの持ち手の部分を引っ掛けて携帯をなんかランタンの持ち手の部分こう下ろしてきてここにこうやって立てて手元しか撮れないなんか料理動画みたいなってた。そうなんか前回は三脚とかあったからそれこそテント立ててる動画とか自分が動いてる姿結構残したんですけど、今回はもう回すのが私だから自分を映せなくて、そうだからなんか料理動画みたいに撮ってました。また載せますね。ちょっと編集が追いついてませんので
編集が追いついてなくて動画しか撮ってないんですけど、また載せます。ちゃんとね、今年はキャンプしてる、せっかく行ってるので、行けてるので、それを残そうと思います。キャンプ飯需要あるかな。一応ね、映えそうなの作っといたよ一応映えそうなの作りました。そう、キャンプの敷居低くなるかな。そうだからね、なんか それこそテント立ててる動画とかもそうなんですけど、なんか完璧じゃなくていいなと思っててか完璧には無理なの私は。だからなんかそのあえてできないところを載せる、なんかその成長動画みたいになったらいいなと思って、そうと思ってます、はい、だから全然なんか失敗してるとこをめっちゃ載せるし、そう別にプロキャンパーにプロとかあるのか知らんけど、別に仕事キャンパーじゃないので仕事なんだけど、仕事にはつながってるんだけど、なんかそこはアイドルでいいかなって思っちゃうアイドルでいいかなって思っちゃうので、なんか別にガチなキャンパーじゃなくていいなっていう、なんかそのガチなキャンパーの姿を見せるっていうよりかは、やっぱ私は楽しいことを伝えたいから、キャンプの楽しさを伝えたいので、なんかそのいかになんかもうプロかみたいな感じじゃなくて、楽しいものなんだなって思ってもらえればそれでいいし、なんかそのキャンプの動画を出してる人は世の中にめちゃくちゃいっぱいいるじゃないですか。でもアイドルの中でキャンプしてる人が少ないっていうだけで、その世の中にいるキャンプ動画を出してる人みたいにやろうと思ったら、そりゃ無理だし、経験値の差がありすぎるし、それだったらアイドルっていう部類の中でキャンプしてるのが珍しいんだったら、そこじゃないですか。だから別にアイドルでいいなと思ってて、だからなんかアイドルらしさを残しつつ、できなくてもいいかなって、そのキャンプを楽しんでる姿をこれから載せていこうかなって思っていて、そう、あとは本当になんか簡単なんだなって思ってもらうこと、なんかあ、こんな人でもできんだ、じゃあ行ってみようみたいな、それでいいかなって思うんでね、そう、楽しそうだなって思ってもらうのが一番だなって思うので、そう、それで前にインスタでなんか私とパパに質問ありますかみたいなのを募集したことがあったじゃないですか。で実はあれもそのキャンプの時にその動画を撮ろうと思って募集してて、っていうのはなんかそのキャンプセブンさんの映画の撮影をした時に、撮影1日目が終わった夜にね、監督さんとお話しする機会があって、ちょっとご飯もバーベキューだったんだけど、その時なんかバーベキューしながら監督さんとお話をしてて、でその時にあ、なんか普段キャンプするんですねみたいな話になって、あ、父と2人でよくキャンプするんですみたいな話をしたら、なんかその監督さんも娘さんがいらっしゃるらしくて、そうで、なんか多分監督さんもキャンプするのかな、するらしいんだけど、でも娘とはキャンプはしないって言ってて、やっぱりその娘がいる人からしたら娘とキャンプできるってすごい羨ましいって思う人が多いと思うよって言われて、さっきも言ったようにあの別にさ、あくまでも私のアウトドアのお仕事の練習の一環として
パパとキャンプに行ってるっていう感じなんだけど、そうでも多分世間一般からしたら娘と2人でキャンプなんて多分なかなかいないと思うし、羨ましいって思う人もいると思うよって。やっぱファンの方のその世代的にもお父さんくらいの年代の人っていうのもすごい多いと思うから、なんか多分お父さんとどんな会話してるか、てか2人でキャンプするってなったらどんなことしてるか気になる人がなんか多いと思うって言われて、なんかそのキャンプ動画を載せてる人っていうのはやっぱり世の中にめちゃくちゃいるし、それこそ女の子のソロキャンプとかもものすごい今たくさんいるじゃないですか。だけどなんか娘とお父さんと2人でキャンプしてるってあんまりいないからそう、それをなんか動画にしたらいいんじゃないって言われたんですよ、監督さんに。そう、それこそなんか2人でどんな会話してるかとかも普通になんか気になると思うから、なんか会話垂れ流しでもいいと思うみたいなキャンプしてる動画をとかっていうよりかはなんかもう親子で喋ってるのを聞きたいんじゃないみたいな。多分ファンの方もお父さんと同世代ぐらいだと思うし、なんかお父さんと娘っていう関係性でもやっぱ娘とどういう会話をしたらいいか、まあ、気になってるじゃないけどっていう悩みを持ってるお父さんもいるかもしれないよみたいなことを言われて、そう、あ、じゃあまあ撮ってみるのもいいかなみたいな。でせっかくキャンプ久しぶりに行くし撮ってみようかなって思って、なんかみんなにちょっと質問を募集したんですよ。したらめちゃくちゃ来てめちゃくちゃ来て、そう、あのね、でしかもさ携帯で動画を撮るから携帯のインスタの質問箱にさ集めるとさ見れないじゃん、動画撮りながら。だからわざわざさ家で印刷したんですよ、質問、みんなからもらった質問を。それでさ印刷したんだけど、印刷してでもやっぱさ似たような質問とかもあるじゃん、質問かぶったりとか、あとちょこれはさすがに無理じゃないみたいな質問とかあったりするじゃないですか。だから全部印刷してその中から使えそうな質問とかを切ったんだけど、見てこの量やばくない？これでもね10枚分ぐらい答えたかな、なんかこれプラス10ぐらいやったんだよね。やばくない？めちゃくちゃあるんだけどどんだけどんだけ気になるの。面白いです。まだちょっとこれの動画編集してないんですけど、撮るだけ撮った、とりあえず。だからなんかこれからね、まあうまく編集できるかわかんないけど、ちょっといつか載せます。撮ったので、せっかくみんなから質問もらったしやったので、だから今後またキャンプに行った機会になんか やることあればと思って捨ててないけど、わかる、え、私への質問より需要あってびっくりなんだけどめちゃくちゃ来たんですよっていう動画を撮りました。そう、なんかそのキャンプセブンの撮影の時に監督さんにそういうアドバイスをいただいて、そう、あ、確かになって思って、まあ、とりあえずちょっと今回は試験的にやってみて、で、まあ、とりあえず動画を撮ってみたけど、動画もさそもそも全然撮ったことなかったから、リール作るのハマってるとはいえ動画編集別にプロじゃないからわかんないけど、まあ、撮るだけ今撮ってみて、作ってみて、載せてみて、みんなの反応を見て、またやる機会があればやろうかなって思います。そんな感じです。そう、だからまだちょっと載せてない動画がいっぱいあるんですけど、ちょっと編集する時間とかもまだあんま撮れてなくて、だからちょっとずつその載せる材料はあるので、撮ったのでこれから載せていけたらいいなって思います。
そう、でも動画だけじゃなくて写真もねいっぱいあるから、普通にインスタ更新したくて頑張ります。頑張ります。やばい、もう1時間以上喋ってた。そろそろ終わりにしようかな。終わりにします。ランキング読みます。13位アヌワット・モングコル、あ、ちょっと読めなかった。アヌワットさんありがとうございます。12位ハルクットさんありがとうございます。11位トッシーさんありがとうございます。10位キャンくんさんありがとうございます。9位ムラちゃんさんありがとうございます。8位ヒンジさんありがとうございます。7位ノットンさんありがとうございます。6位クリキントン長官さんありがとうございます。5位コエガムダさんありがとうございます。4位ヨシーさんありがとうございます。3位ヨシーさんありがとうございます。2位ホシーさんありがとうございます。1位ファントムさんありがとうございます。さて明日からはですね、昼夜リバイバル ×2 です。4公演やばいかな、しんどいかな。公園とか研究生ぶりなんですけど、怖いよ、体力持つか。頑張ります。ありがとうございます。でも生誕祭めっちゃ楽しみだからさ、人の生誕祭はやっぱ楽しみだよね。自分の生誕祭は緊張の方が勝っちゃうから。もうさ、もう終わったから。もう終わったからさ、身が軽いのよね。だからもう人の生誕祭楽しみ楽しみな、体力だけが心配なんですけど、頑張ります。ありがとうございました。バイバーイ。